夏みかんは何が好きって。夏みかんは何が好き。それでいいかった。夏みかん何が好き。リンゴが好きです。はい、リンゴが好きです、ね、そのことです。それを最後選びました。ありがとうございます、はい、さあそんなわけでございまして、お時間が来てしまいましたので、プレミアム会員の皆さんともねこの辺でお別れとなりますけれども、めっちゃ面白かったニコ生、適当にやって楽しかった。適当にやっていい意味ですけど、なんかこういう気が抜けた感じの気が抜けた感じ、楽しかった、ね、楽しかった。これ毎週やります。すごい、今日皆さんプライベートでやります。私、ね、ニコ生主になりますから。私生主デビューも、ねはい、あるかなと思いますけど、はい、じゃあということですね、はい、メッセージいただきたいと思いますので、山田さん、田中さんからよろしいですか。はい、私はですね、まあ、とりあえずこの1年をかけてですね、今借金している好感度を少しでもプラスにできるように頑張っていきたいなと思っているので、皆さんよろしくお願いします。ありがとうございます。お願いします。逆転力の宣伝も散々したので、私すごく今日楽しかったので、ニコ生がなので、やっぱりプライベートでやっぱマスクをして美人すぎるニコ生として、ニコ生主として活躍できたらなと。でマスク取ったらまあまあブスじゃねえかみたいなやつやりたいと思いますので、ぜひ皆さんまた次回できる日楽しみにしてますので、応援よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、本の中にも、ね、楽しむことは大切に、ね、書いてありますので、そちらもよろしくお願いします。以上、指原莉乃さん超逆転力ピンチを待て発売記念トークイベント逆転力のすずめでした。ありがとうございました。